ますよ。ピッ。あるかな。あ、ありました。チーズ。皆さんこんにちは。 YouTube チャンネル Ask Japanese のカティキャットです。日本はとっても便利な国だってこと知ってますか？コンビニ24時間、電車オンタイム、そしてなんといっても自動販売機の数と種類が多いですね。なので今回は自動販売機をフィーチャーしたプレゼンに行きたいと思います。 Let's go!In Tokyo, there seems to be a vending machine around every second corner. I love going around them and finding new drinks and crazy themed drinks. Today, I went to Gunma Prefecture, a few hours away from busy Tokyo, to find a unique vending machine restaurant called the Vending Machine Diner.すごい変わった自動販売機いっぱい置いてあります。初めて見ました。 The vending machines there are super retro. Some have been in use for about 30 years. Now, those machines do not sell drinks. They mainly sell hot food. So today my challenge will be to go and try all the items on their menu. ここはつまりどういったお店ですか？ここは古い自販機を集めて昔を知らないお子さん方なんかにも古い自販機を味わってもらおうっていうお店です。珍しいのはやっぱり食べ物ですね。飲み物ではなく。そうですね、はい、今はもうこういう食べ物が出てくる自販機はなかなかないので、はい、珍しいと思います。その食べ物の自販機が盛り上がった時期はいつだったんですか？1980年代ですかね。今のように24時間のコンビニがなくて24時間で商売をやろうと思うとやっぱり自動販売機でっていうのが主だったと思います。ああ、じゃあ昔の自動販売機は、まあ、いわゆる今のコンビニみたいなもの。そうですね、はい。 Mr. Tomorrow actually thinks of new food items, so they always have a variety of fresh and new meals in the machines. Also my tip, you can't use bills here, so break them down into coins first. よし、なんか美味しいものを買いましょうか。じゃあまずうどんから買ってみたいと思います。天ぷらうどんいきたいと思います。押しますよ。ピッ。お、なんか音がしてきました。5、4、3、2、1。え、こんな早くできるんですかね。あ、ピン。熱々ですね。おや、あ、じゃん。おお。え、なんかお店のうどんと見た目全然変わらないんですけど。いただきます。おお。うん。おいしい。熱々、ソフトになってきて美味しそう。うん、うん、美味しい。中の野菜もこのちゃんと歯ごたえが残ってて美味しい。え、なんか具がないんですけど、全然麺しか見えないんですけど。あるかな。あ、ありました。ちゃんとチャーシューがあるじゃないですか。あ、メンマも出てきました。あ、もっと、え、チャーシュー2枚じゃないですか。いいぞ、これいいぞ。じゃあせっかくなので麺、肉と一緒に食べたいと思います。うわー、美味しそう。
美味しい。なんか肉がジューシーで、やっぱり例えば私よくインスタントとか買っちゃうんですけど、全然比べない麺がフレッシュで肉がジューシーで美味しい。なんか濃厚な醤油味で美味しい。なんかコンビニのラーメンよりこっちの方が好きです。ああ、冷たいですね。冷蔵庫になってます。どうやってこんなに早く熱くなるんですか。これが今螺旋階段になってるんですけども、まあ、ここから麺がその調理室の右の方の調理室に入って、そこにお湯がかかります。で最終的にお湯とそこにあるつゆが混ざって出てくるんで、だいぶ暖かくなりました。お湯自体は90度ぐらいのお湯が出ます。トーストサンド、トーストサンドの自動販売機もあるんですね。アジ2つあるんですね。ハムとチェダーチーズなんか面白いんですけど、お試しメニューはですね、おろしガーリックマヨプラススライスガーリック、ハムは中に挟んでます。その他にはね、いろいろあるんですけど、例えばなんかイラストが可愛いんですよ。暑いので火傷しないようにトングがあるんですよ。ここに暑いのでトングを使ってね。もぐ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 、ぜひぜひ。火傷注意。なにこれ、熱っ。暑いからこそミットンもついてます。あとトレイがあるんですね。じゃあそれをうまく使えば美味しいトースト食べれるかな。じゃあまずはハムとチェダーチーズに行きたいと思います。よし、1、2、押します。トースト中が書いてあります。じゃあ熱いのでトングで取ってみたいと思います。よし、よっしゃ、いやー熱い。よーし、じゃらん。お、あー、ホットトーストの香りがもう、美味しそう。じゃあ中身見てみたいと思います。よし、ハムトースト、外はハムと中はチェダーチーズですよ。うわ、のびのび。じゃあいただきます。外はちゃんとサクっていくところが好きです。で中がねっとりしてて超おいしい。すりおろしガーリックマヨスライスガーリック、ハムは中に挟まってます。しかもちょっぴりクレイジーソルトも入ってるらしいですよ。クレイジーソルトも。よし、かわいいミットンで取っちゃいましょう。あつあつ。ここ、こちら。じゃあお試しメニューを試したいと思います。よいしょ。おー、もうすごいニンニクとトーストの香りで、濃厚で強いガーリックの香りでも全然いけるんで美味しいですよ。今ちょうどお試しメニューを試しました。美味しかったです。ありがとうございます。はい、ニンニクがつりでした。あ、そうですね、はい、いい感じで、すみません、今近くで。あ、大丈夫です。ニンニクがつりでした。大丈夫です。貪欲で、試しメニューよくやるんですか。そうですね、はい、私が気になったものとかをちょっと作ってみた感じで、お客さんに
こんな感じだどうっていう感じで提供してる感じですね。前はね、あんことチーズってやりました、ね、また全然違う、甘いとチーズ、そうです、しょっぱいですね、はい、どんな感じでした、みんなお客さんの反応は。最初はね、えって言うんですけど、意外と美味しいっていう反応で。じゃあ、まあ、ヘスパシフィックだから、もともとドイツとなんか日本の会社のコラボみたいな感じですかね。そうですね、多分そういうことだと思うんですけどもね、はい。パシフィックはあの自動販売機の会社ですかね。今はやってなくて、今はそういうアルミ製品、車のアルミホイールとかそういうのもやってる会社ですね。だから先のトーストはアルミホイルの中に入ってたかもしれないですね。あ、そうですね、はい。面白いつながり見つけました。ドア2つ、このお金を入れるとこのコラムが1個回りまして、ここに落ちます、はい、この下に鉄板が縦に2つあるんですけども、それが挟ま動いて挟まることによってトーストを表面を焼いて、時間が経つとその鉄板が開いて下に落ちてそこに出てくるという。だからちゃんとトーストしてある感だし、はい、そうですね、はい、サクッとって感じでした。そうですね、はい。すごい、ハンバーガーの自動販売機までやってきました。グーテンバーガー、グーテンモーゲンではなくてグーテンバーガーらしいです。ドイツの旗も見えます。グーテン、グーテンって意味はグッドって意味ですよ。グーテンバーガーが書いてあるんですけど、メキシカンが書いてあるんですよ。ギャップ、そのギャップをちょっと楽しみたいと思います。1、2、3、300円。 Let's go! メキシカン1分ちょっとぐらいですね。はい、マイグテンバーガーができるまで10、9、おー、え、9人、すごい早い、な、なになになに、早い早い、5、4、3、2、1。あっち、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 ちょ、メキシカンが書いてあります。しかも可愛いスタンプが書いてある、スタンプが押してあります、可愛い。メキシカン開けます、よし。こんな感じ、箱の中にまたはもう一回ラップしてありますね。うわ、すごい、ハルピーニョたっぷりですよ、いっぱい乗ってますよ。と、肉がでっかいですよ。肉だけではなく、ちゃんとオニオンとかいろんな材料も入ってて、柔らかくて、でハルピーニョがちょうどいい味を足すので、全部合わせるともう辛すぎないし、ちょうどいい感じのスパイシーさです。うわー、メキシカンって感じ、あ、若干ピリ辛。ラストはスライスチーズとチェダーチーズのダブルチーズバーガー、いこう。1、2、3、500円、1個が出てきた、もう一回、はい、ダメだった。こういう、まあ前の古いの機械だから、たまにこういうこともあると思うよね。違う100円使いましょう。あー、お、まあ、ドイツ語と機械とドイツ語話しちゃって分からなかったかもしれないです1、2、3、スライスチーズ、チェダーチーズ、ダブルチーズバーガー、いけー、ヨッホー。チーズでいっぱいなんで、なかなか開けられないんですよ、チーズのびのびで。ギャー、うわ、その一番人気メニューアイテムはですね、タルタルミート with ベーコンらしいので、それ絶対食べたいと思うので食べましょう。ミート、よ
しょ。あっちょ、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 あっちょ。うわー、タルタルソースがタレタレですよ。いっぱい入ってますね。Let's eat。トマトソースとタルタル合うですね。これは人気メニューって分かりますよ。トマトソースはイタリアで、タレタレフランスかなと、ドイツの機械なんでヨーロピアンな味ですね。ヨーロピアン。海外のお客様も来たりしてますか？そうですね、はい、やはりね、YouTube で見てっていうお客さんが多いですね、はい、自動販売機だから海外の人は全然喋らなくても注文できますね。あ、そうですよね。ただもうちょっと海外のお客さんが増えてれば英語表記とかを考えた方がいいのかなっていうのは思ってます。前向きにお願いいたします。ありがとうございました。ごちそうさまでした。美味しかったです。いやー、日本の自動販売機本当にすごいですね。今日の一番美味しかったのはトーストサンドのガーリックトーストでした。皆さんも改めて日本の自動販売機を楽しく使ってみてください。そして海外のお客様は日本に来た時にぜひ日本の自動販売機を見つけてやってみてください。今日のカティキャットでした。またねー。